僕は浜田雅俊さんが大好きな大学生、大阪ベタスポット巡り、大阪には全く来へん、ロケ番組なんかほぼ出えへん言うてるツッチーのために、ゴブゴブで大阪の芸人がおすすめするベタなスポット巡ってきたで。今回はな、プラスマイナスの2人がおすすめする金龍ラーメンや缶ビール片手に立ち食いラーメン食べるんがめっちゃ好きらしいで。今回のゴブゴブは大阪観光っていうことでバスガイドつけてもらっててんけどさ、それがまあ河本やって、河本ってな、大阪のなバスガイド担当する役さ任されとんのに岡山生まれ岡山育ちやないか思って、せっかくバス借りたっちゅうのに浜ちゃんとツッチーはさ、なんかそのバスのその端っこのところにさ横の2人で座っとるしさ、河本はその間の席でさ補助席に座っとってさ、もう3人ちょんちょんちょんしか座っとらへん。なんなんこの映像ほんまに。浜ちゃんがさ、浜ちゃんがラーメン食べとる時、河本の体めっちゃ心配しとってさ、先やら油もんとかお前引かなあかんで絶対食うなよ。